VS、どうもモゼイムです。マリサだぜ。つうか最近マジで寒くなってきましたね。確かに寒いよな。暖房なしだと凍死しそうだぜ。もう寒すぎて悟り開けそうですわ。確かにちょっと修行僧みたいになってるわ。じゃあ今日もスカイリム AE やっていきますか。確か今回から大型モッドやるんだったよな。そうです。今回からクリエーションクラブの大型モッド、ゴーストオブトリジュナルをやっていこうと思います。トリジュナル、歴史解説動画で何回も出てきてるが、確かモロウィンドの三大神のことだよな。スカイリムではあんまり名前を聞きませんが、DES の歴史では非常に重要な役割を担った人たちです。このモッドはそんなトリジュナルに関するモッドですね。気になる人はスカイリムの歴史シリーズを見てくれよな。このモッドではトリジュナルに関するクエストと、新しい武器や防具が追加されているみたいです。写真の二刀流かっけー。それではプレイしていきましょう。あ、そうそういうの忘れてました。皆さん、明けましておめでとうございます。ああ、そういえばもう西暦変わったんだったな。そうですよ、もう2022年ですよ。皆さん今年はどういう一年でしたかね。ウプ主は今年一年かなり動画投稿サボってたが、まあでもそこそこ楽しい一年だったっぽいらしいぜ。今年はもうちょい動画投稿頑張っていこうと思うんで、皆さんよろしくお願いいたします。今年はチャンネル登録者数1万人行きたいな。去年あんまり良くなかった人も、今年は心機一転一緒に頑張っていきましょう。はい、というわけでソルスセイム島にやってきました。どうやらここの寺院にクエスト開始のトリガーとなるアイテムが存在するみたいです。久々に来たなソルスセイム。てか寺院どこにあるんですかね。わからん。そもそもソルスセイム自体あんま来たことないんでどこに何があるのかわかんないっすわ。とりあえず商店街の方ではなさそうだぞ。じゃあここかな。この街の建物全部同じ形だからわかりづらいんだよな。テンプルって書いてるんでここですわ。クエストアイテムはどこにあるんだろう。こんなところにありましたわ、クエストアイテム。デスブランドって書いてるけど。あ、隣のやつです。紛らわしいんだわ。ではちょっと読んでみましょう。どれどれ。どうやらファーブルサーツとかいうブーマーの遺跡に奇妙な宝石を持った人が向かったらしいです。ファーブルサーツか。とにかく行ってみようぜ。寒い。ソルスセイムってこんなに寒かったんですか。まあスカイリムとほぼ経度一緒だしな。お、ようやく見えてきましたね、ブーマーの遺跡。なんかちっちゃいゴブリンみたいなやついっぱいいますわ。リークリングとかいうやつだな。こいつら昔はスカイリムにもいたらしいぜ。そうなんですか。まあでもちょっとキモいんでいらないです。通過寒すぎて体力がなくなってきたんで早く建物の中に入りたいですよ。クロスボウまで凍ってきてるな。まだ敵残ってますけども無視して遺跡の中に入ります。ふわったけい。とりあえずここまで来たら安心ですね。この遺跡には何があるんだろうな。遺跡の中にもリークリングがいてますわ。ちょっと体力がやばいので近接攻撃は避けてクロスボウで行きます。このクロスボウは前回手に入れたやつだな。やべ、顔面に思いっきり矢が刺さりました。逆になんで生きてんのお前。仕方ない、ここは収録外で手に入れた新たなシャウトを使いましょう。こい、モゼイムファントム。なんだこのシャウト。これはモゼイム型の念獣を具現化するシャウトです。いやなんかグリードアイランドでソロプレイしてた人が使ってそうな念能力。ちなみにこの透明モゼイムは敵の攻撃を一切受けず、故にデコイとして非常に優秀です。めっちゃ強いやん。ウィルムスプースというモッドで手に入れることができるんで、気になる人はダウンロードしてみてください。このシャウトかなり優秀だな。シャウトのクールタイムがちょっと長めですが、効果自体はかなり強いです。ほら、私に似てめっちゃ可愛いでしょ。いやそこええよ。何階席の奥に進んだらスイッチルームみたいなのがありましたわ。とりあえず適当に押したら罠が鬼のように作動しましたよ。ちょっとは頭使えよ。お、なんかどっかの扉が開いたっぽい。どうやらこの奥に何かあるみたいですね。宝石って書いてるから鍛造するところなのかな。なんだあいつ。クソダサい仮面かぶってやがる。いきなり襲いかかってきやがって。近接戦闘なら負けませんよ。地味にシャウト使いこなしてんなお前。まあドラゴンボーンですから。あ、倒せましたね。あんま強くなかったなこいつ。じゃあちょっと手持ちを拝見。お、これが日記に書いてあった宝石ですね。何に使うんだろこれ。なんかメモ持ってますね。どれどれ。どうやら鍛造器具を動かすには宝石が一つでは足りないみたいですね。まだこの他に宝石があるということか。この人が持ってたこのエンチャントされてない武器をエンチャントするのに必要みたいです。部屋の奥に鍛造器具がありました。ここに宝石を設置できるみたいですね。まずこれで一つか。あと三ついるんだな。それじゃあ宝石探しに行きましょうか。とりあえずレイブンロックに戻ってきました。どうやら街の近くにトリジュナル教団の隠れ家があるみたいです。そういえばトリジュナルって第4期に入る前に死んだんだよな。まだダンマーの進行は続いてるのか。いえ、今はもうトリジュナルを進行しているダンマーはほとんどいないみたいです。むしろトリジュナルは偽物の神だったとして人々から嫌われてて、
またトリグナルが現れる前のようにデイドラ信仰が返り咲いているみたいです。そうなのか。だから今トリグナルを信仰してる人たちはかなりいたんですね。そんな人たちがいるところに行って大丈夫か？多分大丈夫じゃないんで一応さっきブーマーの遺跡で倒した人の服を着ときましょう。あのクソダサマスクか。よし、じゃあ洞窟の中に入ります。おお、なんかパズルがありますね。これを解かないと奥に進めないようになってるのか。そういえばこれさっき倒した人の日記にこのマークありましたよ。おお、じゃあ日記見れば解けるじゃないか。あ。どうした？日記死体に置いてきました。何やってんだお前。いやあれ荷物なるし取らなかったんですよね。マジかよお前また今からあの遺跡戻るん嫌だぞ。大丈夫大丈夫。さっきのシーン録画してあるんで。いや解決方法がリアル。いや YouTuber やっててよかったですわ。どんなところで YouTuber の良さ感じてんだよ。じゃあちょっと録画確認してきます。はい謎が解けました。日記の最後のページに暗号書いてありましたわ。パスワード日記に残すとかセキュリティだるすぎん。いやまあ言うて全27通りしかないし全部試そうと思えば試せますからね。もともこもないこと言うな。うお、めっちゃでっかい銅像立ってますよ。仮面はいかついが女の人っぽいな。多分アルマレクシアですかね。近くで見ると大迫力。にしても仮面がいかつすぎる。ようやく人発見。ここの衛兵なのかな。オーディネーターって書いてるぞ。オーディネーターはトリグナル寺院の守り手のことですね。やっぱりここでまだトリグナル信仰が行われているみたいです。隠れ家の奥にやってきました。どうやらあの人がここの最高司祭みたいです。なんかいっぱい人がいるな。話しかけてみましょう。またノートもらいましたわ。クエストログにトリグナルのマスクを回収するってあるな。一応メモ見ときましょうか。どうやらトリグナルのマスクのありかが書かれてますね。クエストはこんだけなのかな。なんかクランに入るみたいな選択肢がありますね。おお、それやってみようぜ。ここにいる戦士たちに戦って勝てば入れてもらえるらしいですよ。こういうの待ってたんだよイケモゼイム。人ごとだから楽しんでるなこの人。レベルも上がってきたしいけるだろ。ま、ちゃちゃっとやってクランに入りますか。オラかかってこいよ。へっ。危ない危ない死ぬところでしたわ。いや思っきり首飛んでたよ君。は、首なんて飛んでねえし。ていうかボールがローグなのがイケメンだわ。いつもの装備だったら余裕だからねあんなやつ。戦う前に生きてたのに速攻死んで恥ずかしくなってやがる。そんな解説しないでください。よし、装備変更終わり。ってあれ、おいおいおい全員で襲ってくるとか聞いてねえよ。どうやらちゃんとあのローグも来てないと仲間として認識されないみたいだな。それ早く言って。もうしゃあないんで年中使いますわ。シャウトな。ファントムもゼイムをおとりにして後ろからザクザク切りかかる作戦。どう？どうって言われてもなぁ。マジで何のひねりもない戦い方だな。はいというわけで最後の敵ですは。いやぁ、余裕でしたわ。ファントムもゼイムが強いだけ。はいてなわけでスカイリムのブーマーの遺跡カグレンゼルにやってきました。いやどういうわけだよ。トリグナルのマスク集めるクエストを受けたじゃないですか。操作シルのマスクがここにあるらしいです。そうなのか。てかそんなことより今の状況、やばくね？はい私もやばい予感しかしてません。いやいやどうすんのこれなんかめっちゃ回ってるけど。回り始めたもんは仕方ないですよマリサさん。今は静かに心を閉じて夢の中に飛んでいくだけです。まどかひろしかお前は。お、ようやく止まりましたね。にしてもこんな遺跡あったんだな。明かりが消えた。なんだ何が起こるんだ一体。盗賊の死体いっぱい転がってるし悪い予感しかしないですね。おいおい大丈夫かこれ。マジで何も見えないけど。あ、なんかやばい予感。落とし穴になってたんかここ。やばいやばいやばい。すごい速度で落ちていくんですけど。わふ。生きてました。なんかめっちゃスムーズな着水だったな。遺跡の奥にやってきましたよ。どうやらここにマスクを持ってる人がいるみたいです。お、あのダークエルフ持ってそうだな。ちょうど血のりがあるんでクロスボウだけで勝てそうですね。ドラゴンボーンのくせにちまちました戦いするなよ。言うて私シャウトすぐ覚えれる才能あるだけでポンポン叫べるわけじゃないんで。もっと声の力極めてどうぞ。トリマファントムもゲームをおとりにしてクロスボウで撃ちまくります。またこの戦法かよ。そろそろ敵の数も減ったんで下で戦いますか。最初から下で戦えこの野郎。後ろがガラ空きじゃーい。決まったぜ。これが例のマスクですね。相変わらずマスクいかついな。なんかセミみたいな形でキショイですね。キショイ言うな。じゃあマスクも取ったんでトリグナルの隠れ家に戻りましょう。ビベクとアルマレクシアのマスクはどうしたんだ？もうすでに入手してます。特に見どころなかったんで動画ではカットしてますけど。あらら。お、なんか鍵もらえましたね。
宝物庫の鍵っぽいな。そういえばここの奥に宝物庫がありましたね。行ってみましょうか。ここが宝物庫みたいです。一体どんなお宝があるんだろ。ここまであんまり装備披露はなかったので、この宝物庫に結構いい装備があると見ました。お宝楽しみだぜ。ケースの中にかっこいい剣がありますよ。明治ベイン、なんか魔法使いに有効そうな剣だな。他にもケースがいっぱいあります。こっちには黒炭のメイスがありますね。見たことない形してるな。あとはトリグナル系の防具が一式揃ってます。着てみるとこんな感じです。ちなみに持ってる剣はこの部屋のケースにあったものです。防具の正面はこんな感じ。なんか模様が古代的でかっこいいな。リュックサック背負うとあんまりマッチしてませんが、防具自体はかっこいいですね。それでは一番奥にある宝箱を開けたいと思います。どうやらマネキンにトリグナルのマスクを装着すれば開けれるみたいです。ちなみに順番は左から操作するアルマレクシア、ビベクです。これはすごいお宝がありそうだな。どれどれ。お、ホークスファイアーゲット。この剣かなり強そうだな。ホークスファイアーは過去にダンマーの英雄ネレバルが所持していた伝説の武器ですよ。そんなすごい武器を手に入れたのか。ホークスファイアーの姉妹武器でブルーフレームってのがあって、もしかしたらそっちはブーマーの遺跡で誕生するのかもしれません。そういえば誕生するには宝石集めないといけないんだったな。とりあえず今3つ集めたんで最後の1個取りに行きますか。どうやら最後の1個はダゴスールの司祭が持ってるみたいです。ダゴスールってトリギュナル並みの力を持ったヤバいやつだよな。あいつってモローウィンド滅ぼそうとしてネレバリンに殺されたんじゃなかったっけ。なんかダゴスールの信者がまだ生き残ってるみたいですね。すげえ気持ち悪いゾンビも湧いてるな。てかダゴスールの信者めっちゃダガーで近接ファイトしてくるやん。左手に持ってる魔法全然使わなくて草。ただの魔法の盾だったみたいです。もう倒せそうですわ。超弱いなこいつ。隠れ家にいた人たちの方が強かったですね。よし、宝石も集まったんで剣を鍛造してみましょう。ゲットした宝石をここにセットします。一体何が起こるんだ。うお、めっちゃ口から溶岩出てきた。なんかゲロ吐いてるみたいだな。うえ、なんか見てたら気持ち悪くなってき、ゲロロ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 ロ。もらいゲロするな。ちょっと使い方わからなかったんですが、この謎のアイテムを最初に剣に塗っておく必要があるみたいです。確かここに来た時襲いかかってきた変な奴が持ってた奴だよな。間違って売らなくてよかったです。お前ならやりかねんからな。では剣を台に設置します。お、なんか起動してる。完成したみたいですよ。ブルーフレームって書いてるな。これがさっき手に入れたホークスファイアーの姉妹武器か。ではブルーフレームとホークスファイアーを装備してみましょう。というわけで始まりましたモデームファッションショー。今回の装備品は伝説のアーティファクト、ブルーフレームとホークスファイアーです。今画面に映ってるのがブルーフレームの方ですね。なんか炎のオーラみたいなのがめっちゃかっこいいな。普通のエンチャントのエフェクトじゃないなこれ。伝説のアーティファクト感ありますよね。あともう片方がホークスファイアーです。こっちもブルーフレームと同じで特殊なオーラをまとってます。ブルーフレームは赤でホークスファイアーは青色か。どっちもめっちゃかっこいいな。まあ真ん中にいるモデームっていう人が一番かっこいいんですけどね。初見さん、突然の初見さんアピールやめろ。はい、というわけで今回はこの辺で終わります。結構動画ではカットしたんであれですけど、意外とゴースト・オブ・トリグナルはそんなにボリュームなかったです。多分ブルーフレームとホークス・ファイアーを取るのがメインのデイドラクエスト的なやつだったのかな。そんなわけで次回はより高難易度のモッドをプレイしていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。